平成29年5月25日、阿蘇市の阿蘇西小学校で、全校児童による田植えが行われました。まず、5年生の児童23人が学校近くの水田にやってきて、農家の人から苗の植え方について説明を聞きました。そして、実際に田んぼに入り、10センチ前後に成長したコシヒカリの苗を、ドロンコになりながら10センチ間隔に手植えしました。阿蘇西小学校の児童たちによる田植えは、農業の大切さを学ぶ体験学習で、全校児童133人が4つの班に分かれて体験しました。阿蘇西小学校では、熊本地震が起きる前は、アイガモ農法による米作りを行っていましたが、地震の影響で、昨年から学校を阿蘇市刈尾にある旧小貝市東部小学校に移して授業が行われていて、それ以降はアイガモ農法ではなく普通の稲栽培を行っています。この日はおよそ2時間かけて45アールの水田に田植えを行いましたが、阿蘇西小学校では9月中旬には稲を収穫する予定だということです。